突然ですが、この地名、これは駅名にもなっている地名なのですが、なんて読むでしょうか？答えはマレップと読みます。これは北海道にある地名なのですが、北海道ってアイヌ語の影響で難読地名が多いんです。ということで、北海道の難読地名80個一気に見ていきます。度肝を抜くレベルの難読地名ばかりなので、最後までお見逃しなく。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローよろしくお願いします。